イワン・アレクサンドロビチスコブレフは、ロシアのスピードスケート選手。中長距離を得意とするオールラウンダーであり、団体パシュートの選手としても活躍している。モスクワ在住、ハバルフスクの出身。12歳の時、中国のハルビンでスケートを始めた。サンクトペテルブルク国立工学、経済大学で観光について学ぶ。ジュニア年代での実績はない。 ワールドカップには2002年から参加し、2006-07シーズンに初めての表彰台に立っているが、目立った成績を残し始めたのは2009-10シーズンである。それまで1回しか表彰台に立てていなかったワールドカップの個人種目で4度3位以内に入り、長距離総合2位となった。同シーズンのバンクーバーオリンピックでは5000メートルで、 この大会ロシア勢初のメダルとなる銅メダルを獲得すると1万メートルで世界記録保持者のスベン・クラマーが失格となったこともアリギンメダル。なお、オリンピックは他に2006年のトリノ大会でも4種目に参加しているがいずれもメダルには届いていない。オリンピックの翌シーズンにはワールドカップで自身初の優勝を果たし、長距離で2シーズン連続の総合2位に入った。 さらに同シーズンの世界オールラウンド選手権では4種目中2種目で1位、1種目で3位に入り、ロシア人選手として1987年以来の優勝を果たした。また2011年7月にソチオリンピックのアンバサダーとなったことが発表され、信じられないくらい幸せで、誇りに思っていると語った。2011、12シーズンは、 ワールドカップで1500メートル総合5位、長距離度を12位に終わったが、世界距離別選手権では、自己最高成績の銀メダルを獲得した。翌シーズンもワールドカップでは、成績が伸びなかったが、世界選手権ではメダルを得た。ABCDE スピードスケーティングバイグロフィス、イバンスコブラブ国際スケート連盟のバイオグラフィ、団体パシュートではこの前のシーズンまでに、2位に1回、 3位に3回入っている団体パシュート5位 1500m1 万 m6 位 5000m11 位であった。ありがとうございます。